おはようございます。ジャスト株式会社代表関間関です。製造業とかね、はい、産業の発展について今日話しますね。はい、まあ、この長野県 の諏訪湖の周辺に、まあ、諏訪地域って言われてるんですが、はい、まあ、結構製造業が多い、まあ、結構ね、こう精密加工、精密の金属加工の結構、まあ、集積地、はい、特に岡谷なんか行くと、そういうちょっと路地裏入るんだけど町工場いっぱいあって、ね、うん、なんかこうご近所がこうなんか町工場だらけみたいな感じなんだけど、はい、うん、で、こう製造業が衰退していくケースと衰退していかないケースがある、はい、うん、ちょっとそこの分かれ目についてお話するね、はい、こうどういうケースだと衰退していくか、こう分かれ目だよね、こう、はい、はい、こっち行くと衰退する、こっち行くと、まあ、発展していく、はい、どうだろう。例えば円高になりましたっていうと、の輸出競争力なくなるよね。そうした時どう取るか、人は行動を。輸出がダメなら、うん、国内で海外じゃない、海外で海外生産、あ、はい、うん、っていう話。これはもう衰退系だよね、要は、はい、うん、でこっちは、うまくいく方ですか、うん、これね、イノベーション、あ、はい、これもうこっち行くとどっちみちダメになる、はい、まあ、安い方が安い、うん、結構安易だと思わない。そうですね、うん、うん、はい、これまあ、で、投資、うん、投資というか、まあ、でお金さえ使えば、はい、ね、はい、安易にできる、はい、技術革新いらないよね、はい、ここでやってたことをちょっともっと安い、人たちがやってくれるところ持ってこうって話して、うん、はい、で こっちは新しいことというか、うん、革新的な、そうです、さらに良いもの、さらにもういいものを作り出して、はい、もう負けないものを作っちゃうんで、はい、違うこと、ま、これだよね、はい、でまたここに岐路に、またさらにこれも陳腐化していくんだよ、うん、はい、そうするとまたここで岐路に立った時に、はい、でまたこの分かれ目が起こってくるんだと思う、はい、うん、まあ、ということはこの諏訪地域でこう、まあ、まだ残ってるってこと、おそらくねイノベーションで言ってるって話で、はい、うん、例えばね、例えば大企業のメーカーの、こう城下町と言われるようなとこあるよね、はい、ああいうとこは、はい、でそこの城下町のこの本元である大きなメーカーさんがちょっと海外移転しちゃうともうなくなっちゃった、はい、うん、でもね、これはこの地域なかったっていうことだね、こう、うん、こうイノベーションっていうことなんだよね、うん、こうどっちを選択しますかって話だよね、はい、どうする、うん、本当に目先のことを考えたら海外生産ですよね、うん、そうだよね、この手っ取り早いよね、はい、イノベーションの方は正直今すぐにじゃあっていうのは難しいと思うので、やっぱり先を見据えたりとかっていうのをしておかない、だから準備をしておかないとなかなか難しかったりするのかなと僕は感じます、ね、という話ですね。まあちょっとそのお話をしました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。